皆さんは心霊写真が撮れてしまったことはあるだろうか。心霊写真とは、霊や呪縛霊、生き霊などが写り込んでしまった写真のことです。今回はママトップが3年かけて入手した、まだ世には出ていない心霊写真を4枚ご紹介いたします。なお、視聴中に体調が優れなくなったり、おかしいと感じた場合は、すぐに視聴するのを中断することをお勧めします。すぐ近くに。一人、夜道を歩く女性のすぐ近くに、こちらを見つめる謎の霊。きっと、ここに住み着いているのだろう。廃墟の主。こちらの写真をご覧ください。お分かりいただけたであろうか。一見、普通の壁にも見えるが、よく見てみると、こちら側に何かを訴えるような表情で見つめる謎の霊。この建物は自分のものだと主張しているのだろうか。イベントにて。この写真は秋葉原にて開催されたイベント時に撮られた写真である。イベントに参加しに来たのだろうか、それともこの霊に取り憑かれた人が参加しているのだろうか。真相は謎である。白い服の女性。こちらの写真をご覧ください。お分かりいただけたであろうか。三匹の霊が何かに驚いているようにも見える。珍しい写真です。以上で、秘蔵心霊写真4枚のご紹介でした。彼らは皆さんの身の回りにも潜んでいるかもしれません。気をつけてお過ごしください。